こんにちは、えー、と内田勝則です,、えーとですね、今日一つね、えー、講座の紹介をさせていただきますねっていう感じなんですがあのー、もう一番僕が、あのー、やってる講座の中で古いやつ、えー、2010年からやっていてさらにその前身たどっていくともう15年ぐらいやってるような講座なんですけどもタイトル的には前は「骨って何だろう?」 筋肉っってててだろうっていう形でやっていて今はまあそれがサブタイトルでついてるのかな大きなタイトルとしては今基礎講座解剖学基礎,基礎講座みたいな感じでついてるはずなんだけどもねで、えー、まずね何を変えたかっていうとあの学という学ぶというところにこうギューって構えられちゃうもしくはそこに抵抗がある。 っていうようよな方に向かってそうじゃないんだよっていうそんなこう声がけをしたくて、えー、あの絵本を読むような感覚もしくは漫画をめくるような感じで、えー、解剖学を紐解いていくっていうのを、えー、志しましたもう今までも楽しくやっていたつもりなんだけどもそれをもうイメージ10倍砕いたみたいな。 そんな講座なのね。だから軸自体は変わってないんだけど、えー、アウトプットの見せ方はちょっと、もっともっと、うん、わかりやすく砕いてみたよっていう感じなの。で、えー、一つその中のね、えー、じゃあ、私が参加したら一体ね、何が得られるのさ、なんていうことを思う方もいると思うんだけども、まず結論はね、あのー、この十何年間やってきて、 えー、落とし穴っていうのがあるのね解剖学の落とし穴真面目にやればやるほどその落とし穴にはまってしまう傾向があるんだけれども、えー、でこれやってきて落ちなかった人一人もいないんですよ落とし穴に別にその落とし穴は僕が作ったわけじゃないんだよっていうところなんだけどでその落とし穴をこう入って解剖学が嫌いになっちゃう人っていうのがもうたくさんいるのねでそこから抜け出すという それがまずこの講座の一番の目的抜け出してみたらば今まであなんかすごく難しいエリアだなって思っていたものがいやいやいやなんか楽しめるぞここはっていうような形に変わってもらえたら嬉しいなっていうのがもう一番の目的で意外と身近にあるものなんだなそんなこうゴール設定をこう目指した講座でうんとね ちょっとクイズ形式のような形のテキストを今作っていてえ、僕の講座で今までにないタイプのテキストなんですね。で、実はこの骨筋の基礎講座のテキストももう本当に作ったばっかりなのよ。今あるものも。もう40何ページ分あると思うんだけども、えー、2年ぐらい前にちょうど作り変えたばっかりなんだけど、えー、やっぱりちょっとそこから さらに僕がこの2年間やっていく中で、現場感っていう感じだね。こういうものがあったら、もっとみんなが喜んでくれるんじゃないかなとか、もっと笑顔が増えるんじゃないかなっていうのをもう本当にこう凝縮してみましたっていう感じで、今テキストを作ってるので、えー、ワードとしては、えー、漫画めくるように、絵本をこう読み解くように、みたいな、もう絵本を眺めるかのように。 そんなテキスト、そんな講座内容になっているので、えー、もしね、解剖学くじけちゃって、もうやだな、誰か、ちょっと背中を押してくれるやついないかな、っていうような人がいたら、ちょっとね、騙されたと思って、えー、一回ちょっと受けてもらったら嬉しいなと思っています。はい、よろしくお願いします。